皆さん、こんにちは。この度フィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成した羽生結弦さんの電撃離婚が波紋を広げていますね。スピード離婚のその背景や、お相手の元バイオリニストで8歳上の末延真由子さんの過去の恋愛、2人の離婚に対する著名人のコメントなどを紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。最初に今回騒動の当人である羽生結弦さんについて簡単なプロフィールを用いて紹介していきます。羽生結弦さんは1994年12月7日に宮城県仙台市泉区に生まれました。名前は弓の弦を結ぶように凛とした生き方をしてほしいと父が命名し、その名の通りフィギュアスケートではその凛とした姿勢で人気を集めています。2歳の頃から気管支喘息の持病があり、スケートを始めた当初の目的の一つは喘息を克服することにあったそうです。15歳の時に喘息の持病がありながら五輪金メダリストになった清水宏保に会う機会があり、スケートを続けていくための助言を得た経験があるとのことです。10代の頃は体力や持久力の面で劣ると指摘され、移動時や練習時にマスクを着用することで心肺機能を上げるなどの対策をし、体力面のハンデは大幅に改善されましたが、しかし完治したわけではなく、現在でも発作の症状が出ることを2021年世界選手権後の翌日のオンライン取材で記者からの質問に答え明らかになった。世界で活躍し日本の宝とまで言われている羽生結弦さん、そんな彼の恋愛遍歴について紹介します。過去に報道された女性は何人かいますが、その中で有名なのが高校時代の同級生です。東北高校時代の同級生で、二人を知る者は彼女だけはゆずると呼んでいた。家族などはゆずって呼ぶから親しい関係だろうと思っていたとのこと。しかし当時はまだ高校生なので、交際をしている関係だというのは仲良しな人でも気づかなかったのだそう。二人は高校卒業後も密かに交際を続けていましたが、進展があったのは2015年の春。以前から仲良しでしたが、より親密な間柄となり熱愛関係に発展し、将来についても具体的に話し合っていたのだとか。その将来とはもちろん結婚のことであり、20代前半でありながらも常に先を見越して考えを持っているのはさすが絶対王者です。この報道は後に記者が勝手に作り上げた妄想だと分かり、お互いが交際をきっぱりと否定しています。同級生であることは間違いありませんが、彼女の実名が一部で浮上し、通っている大学に電話がかかる事態に、いろいろな場所で迷惑がかかった今回の報道は話題を集めるだけに利用されたものだと現在は考えられています。他にも村上佳菜子さんや今井遥さんなど数々の有名人と報道されていましたが、羽生結弦選手の熱愛に関する噂は全て信憑性が乏しくガセネタばかりです。モテる要素が揃っているのに、どうして羽生結弦選手には熱愛報道がなかったのでしょうか。可能性として高いのはその性格や忙しすぎるということからあるのかもしれません。フィギュアスケートの歴史に名を残し、今後もその偉大な功績は称え続けられると称される羽生結弦選手、テレビに登場する機会は多く、そのコメントが多く残されています。比較的世間には好意的に受け止められる羽生結弦選手、しかし中にはそんな彼のコメントを聞いて苦手と感じる人も少なくなく、彼の苦手な点をいくつか挙げています。一つはナルシストっぽい。ネット上のコメントでは、羽生結弦マジで偉大だと思うんだけど、にじみ出るナルシスト感が無理であんま見ないようにしてる、や羽生結弦のナルシスト全開で自分に酔ってる感じが苦手なんだよな、などの声も上がっています。その他にも俺様化しているという意見も多く、その理由は大会のインタビュー本人がここまで和のプログラムを演じられるのは今の日本男児で多分僕だけ、やソチオリンピックの日本人金メダリストは僕一人ですし、19歳の金メダリストというのも僕一人です。誰とも同じではない唯一の存在、特別な立場の人間になったことでたくさんの人に伝えなければいけないことがあると答えており、なかなか一般的に
受け入れづらい態度だったみたいですね。そして熱愛報道があまり出なかった理由の2つ目である忙しさについては、もちろん秋から冬にかけてのシーズンはフィギュアスケートの大会で忙しいですが、オフであっても気が抜けるわけではありません。海外での練習や試合、さらにはマスコミ対応、テレビ番組への出演など、スケート以外の仕事も目白押し。羽生結弦選手はとても有名なので、オファーが多いため多忙を極める毎日を送っています。こんな状態で女性と愛を育むほどに親密になれる時間は確保できないのが現状だったのではないでしょうか。しかし2023年8月に一般女性 A さんと結婚が突如発表され、世間を大きく賑わせました。一般人 A であるお相手は週刊誌で実名が報道され、その女性は元バイオリニストで8歳上の末延真由子さんです。さて末延真由子さんはどのような方なのでしょうか。1987年の3月13日に山口県光市に生まれ、4歳の頃にバイオリンを始めたとのこと。山口県の国立大附属小中を卒業後、東邦女子校東邦学園大学学部を得て、2008年からプロとして活動してきました。当時は髪を振り乱す演奏スタイルで人気を博していました。クラシックだけでなく、ポップスやロックのジャンルでも活躍し、大物ミュージシャンとのコラボレーションも多く行いました。特に XJAPAN の YOSHIKI さんとの共演は2016年に行われたもので、彼女の才能が世界的なアーティストに認められた瞬間でした。そんな末延真由子さんの才能を世間に広めた YOSHIKI さん、実は末延真由子さんと熱愛が報道された過去がありました。疑惑が浮上した理由の一つは彼らの共通点です。YOSHIKIさんの元カノである工藤さんと末延真由子さんは顔立ちやスタイルなどが似ており、YOSHIKIさんの好みのタイプであることから交際疑惑が出たのではないかと言われています。そして理由のもう一つとして挙げられるのが、彼らがクラシックへの造詣が深いという共通点です。YOSHIKIさんはジャズピアノを弾いていた父親の影響で幼少期からクラシックに触れ、末延真由子さんもバイオリンを4歳から始めたことから、お互いにクラシックに造形が深かったのではないかと考えられています。交際疑惑の真相は明らかにされていませんが、以上のような経緯から末延真由子さんと YOSHIKI さんの交際疑惑は一部で報じられましたが、2017年、当時末延真由子さんは高身長の彼氏との動画が撮られているので、真相ははっきりとは分かっていません。そして2年後の2019年に羽生結弦さんと出会ったようですね。そのまま順調に愛を重ねた羽生結弦さんと末延真由子さんは2023年8月に結婚、同年11月に離婚を発表しました。約2ヶ月間の蜜月は儚い幻のようでしたね。スピード離婚の原因は羽生結弦さんが説明をしており、公表された内容は様々なメディア媒体で一般人であるお相手、そのご親族や関係者の方々に対して、そして私の親族関係者に対しても、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされていますと切り出し、これからの未来を考えた時、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから離婚するという決断をいたしましたと説明しました。発表当初は羽生に同情する声が大勢を占めましたが、時間の経過とともに様々な見方も出始めており、著名人もご意見を述べています。援護する意見としては、守ったんでしょうね、彼女をこのままじゃ幸せにできていないと、すごく責任を感じたんでしょうね。誹謗中傷って何気によく耳にしますけど、人の人生変えるんですよという声を上沼恵美子さんは上げており、同じ有名人として同情的な感情を持っているようです。しかし和田アキ子さんはプライバシーが全くないということ、でもお付き合いしている時からそういうこと分かっていたと思うんだけど、という有名人としての運命として受け入れるべきだという意見をしています。羽生結弦さん自身がコメントで、未熟なあまりに相手の女性を守ることができなかったと述べているが、日本の宝としては当初からどのくらい世間を騒がすか念頭に入れるべきだったのではないかと意見が述べられている。
いかがでしたでしょうか。羽生結弦さんの約2ヶ月間のスピード離婚について様々な意見が言われていますが、有名人の結婚には問題がつきものなんでしょうね。今後羽生結弦さんがますます活躍し、世間に活気をもたらすように頑張ってほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。